えー、こんにちは、店長です。えー、4500番の濃色のシリーズに、えー、新色をですね、追加したいと思っております。で、こんな感じで、えー、結構くすみカラーの新色になります。で、えっ、ー、と、3000番シリーズはですね、結構こういう色あるんですけれど、4500番って今までこういう色、 あんまりなかったので追加していこうかなと思っていますでまあ今から染めていくので結構時間はかかっちゃうかなというふうに思います大体そうですね2ヶ月3ヶ月とかですかねこんな感じでなかなか可愛いい感じになってると思います こんな感じですねで今までこういうなんかグレージュみたいな色ってなかったんですけれど今回グレージュやってますでこの辺の絶妙な売れるかわからないあの危険なカラー <laughs> 危険な緑があるんですがこれで正直売れるかどうかって結構怪しいなと思ってるんですがでも個人的には結構可愛くて好きなのでやろうかなって思ってます でこの辺はまあ安定したカラーででこの辺のブルーこのブルーこれ3,000番シリーズの秋空とかに結構似てるんですけれど秋空へももうちょっと更にくすんでるみたいなそういう感じになりますねあ,ありがとうございますかわいいありがとうございますそうなんですあの割といい感じなんじゃないでしょうか これも普通のグレーに見えるんですけれど普通のグレーじゃなくてあのちょっとね緑が入ってるんですよねうっすら緑が入ってるグレーなんですよねうんなのでこれも結構かわい作サクレ作ると多分より映えるんじゃないかなと思いますでこれはパープル系なんですけれどあのー グレーとパープルとちょっと茶色を混ぜたようなこの絶妙なくすみカラーですね。くすみカラー大好きです。ありがとうございます。そうそう。まあ、みたいな感じですね。はい。これまたやるので、ぜひ、あの、お楽しみに。そのうちまた上がってくるかと思います。はい。えー、じゃあ、店長でした。